こんにちは、ロッコです。今回は先日アップした EPP でパッチワークの8回目、名刺3枚でヘキサゴンの補足になります。まだご覧になっていない方はぜひそちらも見てくださいね。本編でカットした名刺の余り部分を使います。鋭角を縫うのに自信がある人はそのまま使ってもいいと思いますが、私は無理っぽいのでマステで貼り合わせてダイヤモンドを3枚作りました。3枚をこういう風に並べるとまた違ったパターンのヘキサゴンになるんですよ。同じサイズになります。ぜひやってみてください。いかがでしたか？手近な材料で EPP 楽しんでくださいね。ご視聴ありがとうございました。